はい、今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場想定しつつ、明日買って明後日儲ける銘柄を勝手に予想する静かしかな明日はこれを買いのコーナーです。もう指標も出てしまいました。ただいま3時半朝、夜中の3時半ですのでですね、リピートコート系 ISM 非製造業も特に、大きな波乱なく通過したかなというところだと思いますが、決算の方見てみましょう。Sプールで行ってみたというところでしたが、物足りずなんですかね。第一クォーターの業績発表でした。見ていきましょう。売上高が38億8800万円の 21% 増収でした。営業利益が2億1100万円で 26.9% 増収。そして経常が2億1600万円で 24.5% 増益。 26.9% 増益って言いましたかね。まあいいや。で、純利益が1億2500万円で 16.3% 増益となっております。純利益がちょっと鈍いっていう感じですよね、これ見ちゃうとね。というところでありました。中身としては、ちょっと純利益がちょっと鈍い理由ははっきり分かんないですけどね。まあ一応ロジスティックサービスとか人材ソリューション、ビジネスソリューションの事業ともに堅調だったということですね。どちらも、評価が高いグループ型派遣の拡大に注力とかですね、人材の方は。でビジネスソリューションのもロジスティックスアウトソーシングサービス赤字解消とかですね、まあいい材料続いているというところでありますね、という感じでした。進捗で見るとそんなに悪くないかなというところなんですが、どうも PTS 的には売られているという感じなんですね。なんでしょうね、ケツネでの進捗を見ますと、第1クォーター2億1600万円でしたね。 24.5% じゃないや、進捗が何ぼでなるんでしょうかね。また電卓がどっか行ってしまいましたが、2億1600万。回収数に対して 17%、17.3%。まあ、いつも通りだということですので、これはまた、この辺が物足りないと思われてしまう要因なのかもしれないですね。ただ、コンセンサスよりは上回ってるんですけどね。そうは言いながら、どうしても売られてしまうという。そうか。という感じですけどね。まあちょっとわかんないですけどね。明日始まってみないと、どっちに転ぶか。ということです。明日の予定見てみましょう。あんまりないですね。明日なんかね、イベントが。ちょっと材料難みたいになってしまうかもしれませんが、決算発表セブン&アイ。どうなんでしょうね、小売り。そして藤越ハイデイ日高。最近パッとしませんが、金子種苗坂田の種の日ですね、明日ね。大石環境ソリューションズの大石、アダストリア、レナウ、共振、クイック&リバーシャ、三共立山、随行、三幸合成、毎日コムネットとなったですね。注目、一応大石環境ソリューション、親の方でもいいかもしれないですけどね、大石でも。であと、藤越ですね。アメリカ決算発表、コンステレーションプランズであります。藤越はこんな感じであります。第一クォーターの業績発表になります。会社予想が結構強気なんですよね。コンセンサスはもうちょっと下っていうところなんで珍しいパターンになってますが、まあどうなのかなっていうところ、この第一クォーター見てみたいところであります。経常年ベースでは30億円ぐらいの数値を出してくるとよろしいかなと思います。一応減益となる予想ですね、コンセンサス的にはね、ということです。まあそんなに3000ぴったりって感じだから、コンセンサス出してる会社も少ない
と思いますけれども、はい、どうなのかな、四季報予想だとどんなもんでしょうね。138億7500万円が、コンセンサスということですが、決に、じゃあ会社予想とほぼ一緒だですね。1617、ああ一緒ですね。あんまりあれですね、大して会社予想と同じでした。はい、ということなんで、頑張れということですね。まあ、上期のところ73億ですから、まあ、この半分か、まあ、もう、進捗的にはもうちょっと少ない。いや、だ、まあ、やっぱり30億後半、36億、7億ぐらい稼がないといけないかもしれないですね。という藤越。世代性環境ソリューションがこちらです。大幅減益で着地する見通しではありますが、まあ、それはそれでいいとして、で、今期どうなるかですね。コンセンサス的には、まあ、増収減益、小幅な減益になるんじゃないかと予想ですので、まあ、ここを大きく下回らなければ、いいんじゃないかなと。業績悪化下げ止まればいいなというところが、この2期、ね、現役続いてきましたんで、まあ、そろそろとどまってほしいなというところですね。はい、一応、まあ、業績修正いろいろ挟みながらだったと思いましたが、すでに 90% の、進捗を切っておりますんで、まあ、着地ですね、あんまり関係なく本決算のところだけ見てあげましょうという感じです。ではそれぞれ今の株価どころを、一どころを確認しておきましょう。Sプールですね。まずは。ちょっとグインと上げすぎたのもあるんですよ、ここでね。っていうのがまた良くなかったかもしれない。藤越。まあ、設備投資関連、景気敏感株上がってきておりますね。ここ3日間上昇、3日続伸となっておりますが、明日安いところで仕込めるといいんですけどね。ちょっと明日上がっちゃうと嫌ですね。そして大成環境ソリューションは最近パッとしませんが、昨日ちょいと反応しておりますね。はい、というところでありました。では明日の個別材料を見ていきましょう。バッとね、行きましょうね。トライステージ、不動産ですよね。本決算でした。19年2月期の業績発表、営業利益が10億3200万円ということで 26% 減益でした。20年の2月期の予想では6億7100万円ですね。営業利益が 17% 減益となる見通しだそうです。続いてサニーサイドアップ、目玉焼き、グノーシード業務提携で基本合意したという発表しております。まあ面白そうですかね。はい、あとは三協厳しいかなと思ってたんですけどね。19年3月期の営業利益の予想、業績予想の修正ですね。営業利益でいきますと120億円と予想しておりましたが、210億円に上方修正、前期比 17.9% 増から約2倍に、上方修正という形になりました。そして、絶好調後楽園、今日下げましたけど、3月度の直営店既存店売上高、前年同月比で 110.1% 増じゃない、 10.1% 増でしょうね、きっとね。 10.1% 増、先月が 11.1% 増でしたので、続けて2桁の伸びということですね。まあ、それまでが悪すぎたって話なんで、ここから株価戻していってほしいところ。続いて、日本創発グループ。AP ホールディングスを持ち分法適用関連会社とするということだそうです。知りませんけど。AP カンパニーじゃないですもんね。AP ホールディングス。よく知らない会社ですが。まあ、詳しくはご覧ください。ユニファミマ。本決算、もう終わった期ですね。19年2月期の事業利益の予想を発表して、515億円と発表しております。ですかね。
こで予想の発表ということで。まあ、特に大きな変更はないっていう感じではありますけど、今日プラスだったんですね。よく頑張った。続いて FJ ネクスト、業績予想の修正です。19年3月期の営業利益の予想。78億円と予想しておりましたが、100億円に上方修正。前期比 7.8% 増と見込んでおりましたが、38.1% 増益に、変更ということでありました。以上、明日の個別材料のコーナーでした。では、明日の想定ダウ、ちょっと上げ幅を縮小してきております。23ドル16セント高。0.09% の上昇。これもちょっとディレイ、15分ディレイだかなんだかですんで、今の今でいきますと、12ドル30セント高、26,189ドル93セント、0.04% 上昇ですね。今3時50分です。こんな夜中にね、あ、動画撮らなきゃと思って起きました。って言ってる間に7ドル23セント安になっちゃいました。そしてナスダックが 0.51% 上昇、39.79ポイント高の 7888.48 ポイントが今リアルタイムの数字です。SP500 3.62 ポイント高、 0.13% 上昇となっております。です。はい。原油が今62ドル34セントですね。でドル円111円45銭はリアルタイムの数字ですので、まあ、200日抜けるかなどうかなっていうところを見たいところ、111円47銭200日移動平均のリアルタイムの数字ですので、まあ、50銭くらいまでいくといいなというところですかね。日経金先物2枚線740円、800円とかまで行ってたんですけどね、ちょっと米株が頭重くなってきたところで、代償先物もちょっと下がってきたというところになってきてますでしょうか。上200日がどうでしょうね、素直に抜けられるかどうか、21,884円先物でいうとというところだそうですが、現物だともうちょっと上なんですね。21,922円が200日のところです。まあそこら辺が壁になるのかどうかで、ちょっと明日は弱いのかなっていう感じがしてるんですけど、どうですかね上がりますかね。またこれ一旦下抜けるかなっていう気がしておりまして、まあ、なんと言っちゃいけないんですけど、2枚線いくらなのか、まあ600円台、大幅下落って感じじゃないかもしれませんが、小幅安、2枚線600円台ぐらい、600円台後半ぐらい、まあ、数十円安ぐらいの感じになるのかなっていうふうに思っちゃいるんですが、ただ最近ボラがやっぱり激しいですんで、ちょっと動くと100円、200円、ね、下がっちゃうかもしれないっていうところで、2枚線、まあ、一応600円付近みたいなところをちょっと想定しておりますが、でも明日も上がればそれはそれで良いと、2万2000台早く見たいということでありますんでね、はい、なところであります。はい、ということで、ちょっと今週、先週今週とちょっと本当にバタバタしておりまして申し訳ないんですが、今週が終わればやっとちょっと落ち着くかと思いますので、まあ年度初めですからね、それはしょうがねえというところなんですけど、また、引き続き頑張っていきましょう。ということで、以上、静かですけど、明日はこれを変えでした。